皆さん、こんにちは。アメリカナショナルウィメンズサッカーリーグ NWSL の NJNY ゴッサム FC に所属する元なでしこジャパンのミッドフィルダー川澄直美選手が先日の8日所属クラブを退団することを発表しました。川澄選手はインスタグラムにてメッセージを発信。現地時間9日に行われる第15節のポートランドソーンズ FC 戦を最後にチームを去ることを伝えるとともに、チームやサポーターへの感謝、次なる歩みへの思いも語っています。今回はそんな川澄選手の引退コメントや今後について、さらには結婚についてまとめていきます。まずは川澄選手のプロフィールをご紹介します。名前川澄直美。生年月日1985年9月23日出身神奈川県大和市、出身大学日本体育大学体育学部体育学科、身長157、ポジションフォワード、ミッドフィルダー、利き足右足。3歳年上のお姉さんの影響で小学校2年生の時からサッカーを始めた川澄選手は、小学生時代リンカン SC レモンズ大和シルフィードでスキルを磨き、小学校6年生の時に女子サッカーの全国大会で日本一に輝き、その後高校3年生の時にはティファールカップレディースフットサル大会で全国優勝。日本体育大学進学後は全日本大学女子サッカー選手権大会で2度の優勝、2005年にはユニバーシアードで銅メダルも獲得しています。そして2008年になでしこリーグアイナック神戸レオネッサに入団、そして2008年になでしこジャパンに初選出されると、2011年の女子ワールドカップでは準決勝で2得点するなど初優勝に貢献し、さらには所属チームではキャプテンに任命されチームを初のリーグ優勝に導き、得点王のタイトルの他最優秀選手賞ベストイレブンを獲得。その後2014年からは活躍の場を海外に移し、現在は米国でプレーしています。サッカー選手には魔法使いのようなテクニックで相手を翻弄するタイプ、長身を生かして高さで勝負するタイプ、威打点のようなスピードで相手を振り切るタイプと、いろんなタイプの選手が活躍してますが、川澄選手は豊富な運動量とスピードが武器です。また鍛え抜かれたフィジカルと高い決定力や広い視野を生かし、周りをアシストすることも得意です。監督やチームにとってはいると嬉しいチームの軸になる選手で、ゴッサム FC 監督は、ナホは我々クラブにとって重要な存在、これまで一緒に働いてきた中で最もプロフェッショナルな選手であり高いレベルを持っていると、べた褒め。スタッフの間はナホのようになれという言葉があると言われているそうで、海外のチームでも存在感を発揮していることがわかります。身長157と決してスポーツ選手としては体格に恵まれているのではないですが、たるまぬ努力が強靭なフィジカルを作り上げ、大柄な選手の多い米国でも継続して活躍されてます。理想とする身体は獣のような体で、疲れない体が欲しいとおっしゃってます。このストイックな姿勢とたるまぬ努力が長く現役を続けられている理由なのではないでしょうか。川澄直美選手はサッカーだけでなくおしゃれ番長としても有名です。体を鍛えるパワーと同様におしゃれにも力を入れているとのことです。なんでもなでしこジャパンの遠征中にはメンバーのネイルを担当していたとか、また現在はビジュアルブランディングのマーケ活動もされてます。体を鍛える肉体美、おしゃれを求める装飾美、考えてみれば共通しているかもしれません。そんな川澄選手ですが、結婚されているのでしょうか。一時期入籍報告の噂がありましたが、実際は先輩の澤穂希さんが結婚入籍されたことをご自身のブログで入籍報告と投稿し、当ブログで澤さんとの2ショットをアップされており、澤さんのご結婚をちゃめっ気たっぷりで発信されてます。川澄選手のブログはとても人気があり、入籍報告と投稿したため誤ってご本人が結婚したという誤報につながったかもしれません。この投稿では澤穂希さんのお子さんをまるで姪っ子のようにめでておられますが、川澄選手自身については結婚も
またはっきりとした恋人の存在の報道等は現在までございません。同性愛者なのではなどいろいろな噂がありますが、ここもはっきりとしたことは分かりませんでした。さて、そんな川澄選手ですが、なでしこジャパンの一員として2011年のドイツ女子ワールドカップ優勝に大きく貢献すると、2014年3月に NWSL のシアトルレイン FC 現レイン FC 家と半年間の期限付き移籍し、初の海外挑戦を果たし、アメリカでは150試合以上に出場し、日本人選手として初めて NWSL 通算100試合出場を達成。さらには22ゴール26アシストを記録し、レギュラーシーズンのアシスト数がアメリカ女子代表のフォワードアレックス・モーガン選手とリン・ウィリアムズ選手に次ぐリーグ歴代3位タイとなるなど、数々の記録を作り、リーグ屈指のプレイヤーだった川澄選手ですが、今季は出番が激減し、途中出場の3試合のみにとどまっていました。そんな川澄選手は8日、所属クラブの NJNY ゴッサム FC から退団の発表があり、自身の SNS でも退団のコメントを発表しています。日曜日のポートランド戦を最後にゴッサム FC を退団することになりました。この決断はとても辛かったですが、まだまだサッカー選手として成長したいので決めました。どんな時もサポートしてくれる皆さんには感謝しかありません。ゴッサムサポーターが歌ってくれたナホソングは一生忘れません。初めて NWSL でプレーしたのは2014年のシアトル、そこから2019年からスカイブルー、今のゴッサム FC でプレーしました。このリーグで素晴らしい仲間たちとプレーし、大勢の素晴らしいファンサポーターに出会えたことは私の誇りです。本当にありがとうございました。そんな川澄選手の一番気になるところが今後についてではないでしょうか。川澄選手については、年齢から最近では現役引退はいつという声がよく聞こえますが、川澄選手ご本人はどのように考えているのでしょうか。川澄選手は2022年の契約更新の際にこのようなコメントを出しています。2023年なんて遥か未来のことなので、とにかく一日一日を全力で戦います。サッカーを本気で取り組んでいるからこそ、金銭面の問題でなく長くプレーをしたいと望んでいらっしゃるのではと思われます。キングカズこと三浦知良さんは現在50歳を過ぎても現役選手ですから、川澄直美さんにもぜひ頑張ってほしいですね。一流アスリートとしてだけではなく、女性として可愛い一面もある川澄選手、もしも引退されたら、スポーツコメンテーターなどの仕事が舞い込んできて、これまで以上にテレビで見る機会が増えるかもしれません。退団が発表され、まだ今後については発表がない川澄選手ですが、これからも川澄選手の活躍を応援していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。